こんにちはマイノリティレポート第2回です。紳、え、助、ー、です。北丸裕二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北丸さん。はい。あの1回目放送した後なんか反応はありましたか。いやなんかなあの友達じゃない人からですけれども、ええ、あのいろいろ言われました。面白いって。あ。<laughs> でもこれこういうの番組ってあんまりなかったんで考えてみたらね。そうですねあのマイノリティに特化した形のものはなくて私はね私の周りのまあ知人友人ではないけれどもまあ知人の関係の人たちから結構「北丸さんのファンがこんなにいるんだ」と思ってで私は何かちょっとなんか何ていうんでしょう独占してうれしいなとか思いながら。<laughs> <laughs> えー、なかなかいい気分で,であの一ヶ月過ごさせていただきました。な,なんか視聴回数も結構 YouTube で見られてるみたいで、うん、なんか嬉しかったです。どうもありがとうございます。さて、えっ、ー、と。 前回突然にクイズを出しました。<laughs> そのクイズの回答から今日はねあの行きたいと思います、えー。前回お出ししたクイズはですね、えー、日本の企業団体がアメリカに人権関係の視察に行ったときにね、これはダメリクスゲストなんだという三点セットは何でしょう？というので、えー、回答から行きたいと思います。一つは、えー、役所の担当者に対策を伺いたい。 ね、例えば何かの,その人権の関係の団体行きたいときにはまずは役所の担当者に2番目はその行った施設の代表に会って話を伺いたいとで3番目はそして当事者に会いたいというこの3点セットになったときには本当にアウトっていうのがよくそれをあの紹介する人たちから聞いてたんですね。でこれはもう明らかにあの当事者以外の人が 施設の代表であったりとかそれから、えー、役所の担当者になっているという発想なんですね例えば社会が障害になっている人たちのその施設ではその人たちが代表であってでそして、えー、まあそういう個性を持った人たちがあの役所の中で、えー、こうそこの部署を担うということもよくあるんですねだからこの三点セットで来た時は頭が完全に当事者というのは、えー、例えばなんていうかな うんそういうことができない人たちという形で思われていることが多いっていうんですねでそれからねもう一つ驚かれたのがその施設に行った時にね「あじゃあ1時間50ドルです」とかね「100ドルです」って言うとね「え金取るの?」っていうのをね「取ります」あの日本のようにですね「来てくれたありがとう」とかね「私たちの状態を見てくれたありがとう」っていうのは全くなくて。 でそこに行って学んだりその人たちの時間を取るっていうのはそういう風うにしてまあ金銭が発生するっお金取るのってもう聞かれたときにあもうコーディネートできないなっていう風うに思うっていうですねだからまあ、えー、ちょっとあのそんな感じの話もありましたということで回答はここまでにしたいと思いますなんか北丸さんなんか付け加えることありますかあのいつもね、うん、人権担当であるとかそういう問題に関してあるときに、うん、なんか その聞く人も聞かれる人もなんか別の人だと思ってるんだけれどもつまり当事者と代表者は違うとかねそれから聞く本人の方も自分の会社にはもしか社にはそういう担当者あの団体には担当,者あの当事者がいないのでそれで見に来ましたっていうふうに思うんだけどそうじゃない。実は アメリカでもどこでもそうなんだけれども自分の会社もしくは団体にも当事者はいるんだという前提じゃないと、うん、そしてまたその当事者に関して自分がどういうふうに向き合ってるか、うん、立ち合ってるかということじゃないと、うん、視察行ってもどっかの政党の視察みたいにどかその後酒飲んで終わりみたいな話になっちゃう <laughs> だからそういうようないわゆる当事者性とか自分がどこまでコミットしているのか、うん、フランス語で言うとアンガージュマンしているのか自分たちが。あのうん どこまでそういうものに対して身内として友達として同僚として向き合ってるのかということを考えておかないとどこにひさついてもそんなもんダメですねきっとそうですね。 このクイズ毎回出していきたいと思いますので <laughs> お楽しみにお待ちください、えー、それでは、えー、今日の全体の進行をご紹介させていただきましょう今日は、えー、3つに分かれていますアンチレイシズムニュースそれから、えー、と今日のレポートそしてエンタメの紹介ですで、えー、アンチレイシズムニュースは今日は3本ございます、えー、そして、えー、今日のニュースは、えー、あの 吉野家をちょっとやってみようと思います。日本企業の人権感覚ってどうなのかなっていうのをですね、えー、これをアメリカの企業の差別問題と絡めて少しお話をさせていただきたいと思います。では、えー、最初の、えー、今日の小ネタでございますね。えー、まずはこちらをご紹介しましょう。前回あのご紹介させていただきましたウトロの連続放火事件ありましたね。で、あそこのあの焼け跡のところにですね、エゴマの葉っぱ 葉がこう、まあ、植えてあったんですねでこれれ住民の方が植えられましたで私はねこれを見た時にものすごく胸が熱くなったんですけれども、えっと、在日っていうのはあよくね差別的な言われる方で生野菜を食べる人たちみたいなね言われ方をするわけですね。でそれでエゴマの葉っていうのは、まあ、日本ではあんまり売られてなくてそ,で、ね、でそれをですね、まあ、種から自分たちでやって。うん 昔はね小さな家の,その猫の額のような玄関口の,、ね、土,の土地のところに野菜が植えたったら朝鮮人の家って言われたのねでそういうふうにしてこう発見していく発見っていう探していくみたいなねな、うん、でもそうやってこう自分たちであの食文化とかそういったものをエゴマの葉って私もよく食べるんですよ包んでねでちょっと香りが濃くてねでそれをここに焼け跡に植えたんですね。で この写真は私の友人が撮ったんですけれどもその住民の方によると、まあ、これから先ねあの一緒にそのひどいことした人も含めてね一緒にその、まあ、焼肉をやったり食べたりする関係になりたいということをおっしゃってたんですね。で今回、回第後半がありました。で このね、そのウトロの連続放火事件は何がすごく怖いのかっていうと今まで例えば民族団体であるとか学校とかそういったランドマークがこうターゲットだったけども生活圏に来たんですよで生活圏に来たことによって例えば今まで例えば金さんとかパクさんとかねその 表札を出していたところがやっぱり出せなくなったりとか、うん、それからその私もそうなんですけど病院に行ってね名前を呼ばれるとね立ててななくっったたっ人が出たんですね<ー>で例えば「リーさん」って呼ばれた瞬間にねずっと立てなくてでそれでこうみんながこういないんだなっていうような状態になった時に受付に行って「リーですけど」って小さく言うとかねだからそれくらいそのあの衝撃的な。 恐怖をまき散らす。まあ、事件だったんですね。うん、で、その彼がですね。まあ、リアルな在日も知らず、そしてそのヤフーコメのなんか反応を期待してですね。うん、あの、それでネットのデマに踊らされながら彼を放火したんですけども、4回目も考えてたっていうのね。うん、で、実際にあの立,立憲民主の辻本さんをのところに入った。あの人のがそうそうえっと。実は。これは国際学園を放。火 した容疑でまた今こう,う再逮捕されてているわけですね。ねでこの事件がものすごい怖いものを引き起こして連連鎖的にな起きているという問題点があるんですが、その中でも在日のその被害者の側の方がですね、こうやって焼け跡にそのうん、自分たちそ、ね、う再生の象徴ですね。すね再生の象徴ですね。うん、で私はあのやっぱりねあの こうやって生き,てきただからこれからもこうやってねこの社会で一緒に生きていくわけですからまあ,あいろんなことを思っているマイノリティの人たちはどうか、うん、負けないで僕ら例えば本当に60年代、うん、70年代その、まあ、青春時代を生きてきた時に、うん、ちょうどあの頃あの小田誠が「何でも見てやろう」という本を書いて、はい、いろんな。 ところに行って、まあ、アメリカの話が中心なんだけれども織田信長と阿、まあ、ベヘイレンとしてベトナム反戦運動を日本でやっていた、はいうん、でそれでまあその人がよく言ってたのはあのー、何かよその民族よその国のことを知る時にね飯食うことだと <laughs> で考えてみたら僕らひょっとしたらブラジル人,人には会ったことないけれどもブラジル料理は食べたことがあるかもしれない。はい レバノン人には会ったことないけどレバニーズレストランとかもあるそういうふうにして私たちは自分たちの世界っていうものを、まあ、食世界だっけれども広げていくとすれば、うん、食べ物を通してまず一番最初にね、うん、なんか始まるんじゃないかっていうことで、うん、考えてみたら中学校の社会科の先生もねチリの先生とか高校の先生もね、うん、ここでは何を食べてますあれを食べてますっていうところから入ると。うん その国の国文化、うん、そして食文化にこう集約されるいろんなものが先ほどその差別の例として生野菜を食べる人たちっていうけど、うん、僕らだって食べるしいろんな人たちだって食べるし、ね、っていうことを言い返せるような知識さえあれば、ね、それ自体が愚かしいことなんだっていうふうに修正もできるしその食べ物をきっかけにしていろんなことを分かっていくというのも一つの道だし、まあ、食育っていうのもそうですしね,そう,すねそういう形でこのエゴマっていうのはとても象徴的な、はい えー、私はなこの写真友達が送ってきた時に泣けましたねなんかいろんな意味でやっぱりねあの踏ん張らなきゃいけないってわけじゃないけれどあの、うん、一緒にこれからも生きていくんだっていうね。 あのとてもあの素敵な写真だったのでご紹介させていただきましたそれからもう一つです、えっと、実はですね反レイシズムの専門チャンネルがありますでこれは「ノーヘイト TV」といって既にもう百回えっと、200回近くになると思いますがえこれですね室武野武史賞も撮ったウェブ ウェブテレビとしては、あのネットのテレビとしては初めてそういう賞を取り、それから一貫してこう反レイシズムを専門にこう報道してるんですね。で、特にその中で小ネタが出てきたり。で、今、日本の社会がどの位置にあるのかっていったものも、非常にあの、なんて言うんでしょう、多分保存版になると思うんですよ。歴史の保存版になるようなテレビです。で、私たちもこのマイノリティレポートをやっていますが、ぜひあのこちらのチャンネルも。 こういうチャンネルを多くの人たちがまた見ていくことによって、あのまたね広い知識もできると思いますので、大変面白いです。それからあのよくこのデモクラシータイムスで出演なさっているあの安田さん、安田小一さんもね。安田小一さんって僕の毎日新聞に入った時の教育係の、うんうん、その大先輩の人が小一さんのお父さんだったんだって。え、そうなのう。僕だから安田さんのお父さん、無双、うんうん、さんってちうんですけれども、陸光さんだったかな。うん あのとっってもお世話になったんですよそれで、はい、安田さんにあのデモクラテレビあのタイムズでお会いした時に「え,<っ>えそうだったんですか?」っていう話で盛り上がってまあ安田さんはねあのお父さんと別に自分でフリーの道を選んで、はい、まああの まあ反発もあったんでしょうね。そういう別のジャーナリズムを結局選ぶんだけど、結局は同じような人に優しいジャーナリズムみたいなところに到達するんだな。あのお父さん素敵な人だったんですよ。<あ>もう亡くなりになったんですけどね。私のあの人三十年ぐらい前から知ってるんですけどあ、そうですか。本当に細かったですよ。キュッと細くて <laughs> はい、はい、で、私も細かった。<laughs> あのご苦労をなさって、うん、でマイノリティのことを当時もなさってた取材してて マイノリティのことを取材するようないい人はきっと苦労するし売れない <laughs> 売れないっていうか食べていけないだろうなとか思いながら見てたんです、ね。圧倒的にあのオーディエンスが少ないですからねマイノリティですからねでもあのそれを貫き通して、ね、今ちょっと潔白が良くなってこの間あのあの。あの 安田さんと二人で写真撮ったやつうちの母が見たんですよ。うん、わいい男とかって言って <laughs> 誰これ誰とかって言って <laughs> なんかあのあのなんて私の母の世代とかそれからあの昔のね韓国の人のアイドルとかちょっと人気あるのってぽっちゃり系なんですよ、うん。そうなんですよね。そうなんですよ。今の BTS とはちょっと違うんですよね。全然違いますよ。<の>みんな男の人はなんか、うん、すごい結局こいっちゃあるけど芋系なんですよ、ね。そうそうそう。<laughs> そうそうあれは妹親の子で一つモテ筋,して筋ですよお大,臣お大臣のようでお金がある人っていう、ね、あ<ー>あのそれでなんか、ね、日本昔、ね、こうなんか韓国のアイドルを見た時にこれ最初、ね、お笑いかなと思ったんですよそしたら向こうのアイドルだって聞いて,、えー、ってこんなにぽっちゃりでいたの,映画んのって思っなんか。うん 違います、ね、かっこ日本でいうかっこいいっていうふうに言うのとはちょっと違う <laughs> 違いだいいぶ違い、まあ、時代によっても変わってくるでしょう<ー>もう一方「ムノタケジシっていうお話をしてたんですけど、はい、僕中学校の時に室ノタさんの,あの刺繍松明っていうのを愛読書としてねうわっちょっとおませな知的な男の子だったんですねいやでもかっこよかったんですよそのししし、えー、刺繍っていうか、まあ、いろんな名言みたいなこと、はい、室てさんが、えーまあ、100歳まで生きられて。うん 先日亡くなった、うん、あの、最近亡くなったんですけども、うん、あの、小野さんがこうやっていろんな、その。朝日新聞をおやめになって、まあ、反戦の、その、反省から。おやめになって、自分で、しし、あの、秋田で、たいまつという。新聞を出すんですね。うんうん、で、農業やなんかを活動しながら。で、いろんなことを書き留めていくんだけど、その中で、いろいろ、自分で。こう、名言を発せられる、それを、まとめてあるなんだけれども。 そるのが好きだったんですね。私ね<ー>、まあ文学体験の一つとして、室田さんの本を読んでましたね。で高校生の時、村さんが苫小前に、僕、あの、札幌エベスというところでに、で、あの。子供時代、過ごしてたんでね。苫小前に公園にいらした時に、私、高校生の時に、授業をサボって、そこまで苫小牧まで聞きに行ったことがある。 もうジャーナリストになるべく、なるべく。若い青春時代を <laughs> す。すごい人でしたね、むのさんもね、うん。そうですね、うん、本当に、で、その宇野武将のウェブで初めて、あのウェブ部門。っていうか、そのインターネットで初めて受賞し。はいね、そうですね。功<の>的ですね。はい、で、それであの、野間、ま、野間泰道さんは。カウンターの、なんていうんでしょう、はい、えっと。非暴力、直接行動みたいな。はい であのまあレイシストたちは説教するみたいないい部分ではあのおそらく20 2013年のあの吹き荒れたレイシズムの大集会の中で突破口を広いあの広げた広げた一人なんです人人なんですね、えー、やっぱり彼らの動きがなかったら今のようなカウンターはなかっただろうと思いますそで,す、ね、でその意味で大変あのいいあの YouTube チャンネルですのでこちらの方もぜひご覧いただきたいと思いますさて。 次行きましょうこれひどいですねで今まで放置されてたのがあのちょっと驚くんですけどというかまあ、はい、この収録に合わせて投げてくれたみたいな <laughs> <laughs> 東京ハンズさんがですねツイッターで公式アカウントを持ってるんだけれども、ええ、その人が6月1 1日ですから、うん、つい先日ですね東京地方にゲリラ豪雨がわーっと、はいまあ、これは今年だけじゃないですけれども。はい そのゲリラ豪雨というのを言い換えて「ゴリラゲウ」というふうに言って何が面白いのかっていう話なんですが「私がいるところにはゴリラゲウは来ていません」というふうに「ゲリラ豪雨をひねってゴリラでゲイで」っていうような形で遊ぶ言葉遊びをしたと「ゴリラゲウが来たらちょっと困るけどゴリラゲウを見てみたい気もする」というふうに言って。 で本当にも犬笛みたいなものですよね。これ子供ですよね。あのぼこれに対してものすごいやっぱり批判が起きました。はい、えー。それで結局は謝罪することになるんですね。これでもねこの時点で五百二十一のいいねがつくんですよ。百四十一のリツイートですよ。うん。でまあ。あ 引用ツイートで批判もしてるし引用ツイートで面白いねって話になるかもしれないし、うん、でこれに対して批判が来るんですね、はい、あのもうこういうゲイをからかっているのかどうかよく分からないもうからかいの前にまず言葉遊びとして子供としてど何が面白いのかって言うんだけどただ「ゴリラゲイって言いたいだけですっていう風なこの無意識のこの何ですか。 遊びの対象にいやこれはゲイっていう言葉を使ったらウケると思ってで絶対こうリツイートもいいのも伸びると思ったからでしょうでもウケますウケないでしょウケないけれどでウケる層、ね、はいるうん何人かいるただそれはもうすでに、えー、マジョリティではないしそういうことを言ってあははっていうような時代でもないってことをわからなかった担当者でもこれね東急ハンズのツイッターアカウントですよはい あのね、その個人がやってるのじゃないじゃないですか個人っていうかその,あの匿名の個人がね、はい、なんか憂さ晴らしにやってるっていうものでもないですよね。でお叱りを受けたと、うん、不快に受け止められた方に進んでお詫び申し上げますというふうに「東京ハンズ」これ誰か別の人がやったのかなそれとも同じ人がやったのかなあの中の人とよく言われるんですけどアカウントで、うんうん、中の人がこ,のこういうふうにして Twitter なり SNS で発信する人っていうのはおそらくこれはちょっと 私の奪った考え方なんだけれども社内的にもいろいろおしゃべりで、ね「うん、お前ちょうどいいじゃないかこういうの」っていうことで担当を与えられた人かもしれないそしてその人が、まあ、軽口のようにしてもしくは軽口を言うことがお客様顧客体操対象そういうカスタマーに対して親しみを持たれるかもしれないということでそういう軽口に,もに,によってその顧客層との関係性を深めたいという意図もあるかもしれない。ただし そういううういい時代でではもうなかったいですということこ、ねうん、あのそれで,でこの謝罪文なんですけれどもまたここで問題になっているのは不快に受け止められた方ににんでお詫び申し上げますあの不快に受け止められた方じゃなければお詫びしなくていいのかっていうのではなくて、はい、これ何かというと「ゴリラゲイっていう言葉を使って「遊んでもいいのだ」というふうに、はい、ここで公式に煽っている。 そうですよ。煽り」っていう言葉になると,とちょっと強いですけれどもでも実際に「煽り」と同じ通定するような行為なんだっていうことを気づかないそうすると不快に受け止められた方だけではなくてそしてまたそういうことをした自分自身に対しても謝罪しなくちゃいけない、うん、そういうものに関して差別的な意図は念頭になくてあのこれねいつも使われるのは意図がないからねもうな、はあ <laughs> 意図がないから差別じゃないわけじゃないんです。うん、ね、殴っといて、俺は、な、あのね、触るつもりだったから。で、ね、殴るつもりはなかったから、これは俺は被害は関係ないって言ってるのと同じくらいな。うん、無知ですよね。もう、これはだから、視聴者の方々も分かってると、うん、もう差別的な意図はなかっ。あの、差別的な意図があったら、大変なんですよ。実は逆に言うと。<laughs> 俺は差別するぞって言ったら、うん、この人はおそらくクビになるでしょう。うん、そうじゃなくて、問題は。 本当にきちんと言葉にして差別をする人っていうのは、ね、簡単なんです攻撃すれば、うん、結局それ論理的に結局勝てるからでその人を謝罪に追い込む問題はねそういうふうにはっきり言わないで、うん、そんなつもりはなかったっていう人たちが五万といるわけですわざとね。わざと。うん、でね時に例えば一番厄介なのは例えば森喜朗が森喜朗が、うん、ああいうふうにして女があの喋ると鍵が長くなるだとか、うん そういうふうに言言っって、言ったこののの話ははね、森紀は簡単なんですすす、うん、攻撃するる反論するのそうじゃなくてその時に2人で例えば奥さんと奥さんと言っちゃいけない妻と夫が2人でそこで、えー、と夕食食べててそのニュースが流れてきた時に、うん、夫はそれに対してニヤニヤしてよくこういうことはあるよねとかって言った時に。お 妻のの方がももすごくそれれに対ししてて怒っいるかなでもそれに対して夫が明確に反論しない、うん、明確に森喜朗森喜朗を攻撃しないその時にこの夫が一番厄介なんですよ。厄介ねこの人をどういうふうにして本当に私と同じように怒ってほしいと思わせることができるのか、うん、でこれがどうしてこんなふうに女性差別なんだということをこの人はどこまで理解してくれてるのかといった時に。 ニヤニヤしたり何もはっきりものを言わないででもあるる意味肯定している、うん、だから結果的に肯定することと同じで,でも積極的ではなく、うん、消極的な肯定者つまりこれもそうなんですね、うん、あの差別する意図はなかったという、うん、消極的ないわゆる差別主義者自分が差別,差別主,義主義とは言わない主義にすらなっていない差別であるということを、ね、はっきりと言語化してない人たち。うん この人たちの差別的な意識というものをどうやったらあのこう何て言うのかな気づかせることができるのかっていうのが一番厄介なところだからこの時に関しても結局不快に受け止められた方、うん、もしいたらっているんだってそういうことともう一つここのところでは差別的な意図は念頭になく当たり前一応だから問題なんですっていうこと。うん でこういう時に認識が不足していましたっていった時に、うん、じゃあこれで東急ハンズどうしますか元ツイートについては会社に報告した上で削除させて今削除されています <laughs> 削除して終わりになっちゃう、ね、ところが実は東急ハンズこれだけじゃなかったんですにやっぱ SNS 大したもんですよねすごいですねす2021年去年ですね去年の1月,です、ね、1月24日これねあの山下達郎のあれなんですよ 「雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう」っていうあ,<ー>あのクリスマスのあれが「兄は,<ー>兄は夜更けすぎに雪,雪へに変わらなかった」っていう結局、うん、雨が夜,な夜に雪に変わって朝明日の朝大変ですよって天気予報が出たんでしょうねでも「兄は雪へには変わらなかった」これねこれうまい うまいっていうのは何かというとこれもし2丁目のゲーバーのママさんが夜中にみんなで飲んでいて「うん、今日雪かもしれないわよ」っていうふうに言いながら、うん、この歌を歌ったら、うん、この会を歌ったらそれを受けますよ。うん、でもこれねでも当事者なんですよ。自自分が自分がののこととをう そうあの当事者でない人が言うので意味が違ってま,<た>まして公にツツしかも東京ハ同居犯罪なんですこれ同じ人かな同じ人でしょうね文脈的には、ね、あのあの謝罪文以外はほとんど文書に似てますよね文脈的にはね、うん、そして「ようなことはありません」というふうにして、うん、またここでもこの言葉遊びは面白いと思っている、うん、あのアメリカでも黒人差別の話ユダヤ人差別の話、うんうん 朝鮮これコメディコメディアンが言います、うん、なぜならば黒人だから、うん、黒人だから黒人差別の話をするんですよ。うん、で自分たちを笑いながら、うん、そこから白人社会もしくは差別っていうものを照り返した、うん、あのー、90年代から2000年代にかけてとても有名になった、あのー、韓国人あ、うん、アメリカ。 韓国系アメリカ人がいて女性がいて、うん、このコメディアンもやっぱり朝鮮人の家族、うん、コリアンファミリーのことを、うん、伝統だとかっていうのをもう,そう面白おかしくからかってほい、うん、で私はこんな目に遭ったわっつって,言って、うん、そのそれをジョークにするんだけれども、うん、そこにしゃべるそれをしゃべることによってそのコリアンのいわゆる孤立性 それから、阻害されていることだとかっていうものを。そうやって笑い飛ばしながら、社会批判をするんですね。で生きてく力。そうそうそう。ユダヤ人もそうです。レニーブルスもそうでした。レニーブルスは逆に、それを黒人に向けて言ったりもしましたけれども。そういう形で、当事者が自らを笑いながら、そこからいかにして。はみ出していくかっていう話はできるんです。でも、これね。ダメなんです、これ。この、いや、もし、この子が、この子っていうか、この時はずの中の人が。 2姉目に勤めてる芸ーのママさんだったらいいけどそでもそういうふうな型取りとして言ってるわけじゃない東急ハンズのアカウントで言ってるわけです。そうで,すでしかもこの言葉遊びでねこういうことをやるっていうのは本当に古いよね。だから何が面白いんだっていうのは、ね、子供なんだよねっ実はこれだけじゃない実はまた掘り返されました。 これ、<laughs> ホモチョコっていうふうなことなんですね。<れ>あの、と、おハンズでございます。今日はホワイトデーですか。今日はホワイトデーですね。ちなみに、最近は、友チョコみたいに。つまり、お友達に対して、われわれに対して、男同士で、あげる。友チョコとかってあるんですね。あるんですかねって言ったら、それに対して。ホモチョコというふうに。からかいを行っている。うん、で。 コラっていう風にたしなめてるハンズネットがいるんですよ。その東京ハンズさんまた別のあのハンズの親会社みたいなねところのネット、うん、そこがコラっていう風にたしなめてるんです。そしてそれでドーンチューとかっていう風にまた返しながらですね、実はこのハンズネットさんもじ,じゃあホモ、うん、なんですかみたいな話で違いますと言ったりなんかして。 クソですね <laughs> どうう,ね<で>どうしょうもないよ、ね、東急ハンズは実は2019年かな、うんえー、カインズに賠償されて東急グループから離れましたで今実はカインズなんですけども、うん、カインズっていうあの、えー、ホームデポみたいな大手の,あの郊外型の大型スーパーみたいなところなあるんですが。 そこの今参加になってますそれで東急,東急そのものはこれに対して公式に謝る必要はないんですけれども、うん、でも実際にハンズネットがこういう時2013年という昔ですけども、うん、こういうことまで、えーまあ、出てきて露呈してみんなにさらされるようになってしまうこれも年から 今2013年今十二年です年あ約10年間、はい、10年間こういうことをやってきておそらくずっと変わってないからこれが出てきたんですよね、うん、変わってないのはあれなんですよね、うん、つまりね2015年に渋谷とか杉並で同性パートナーシップができたっていうニュースを見てない、うん、まあ見てるのかもしれないけどひ人事として見てないそれから2015年にアメリカは最高裁で同性婚を認めるというような話が出てきた判断が出てきた。 まあそれがどういういことな,のか分かっていないだからこの社会の中でそらくこの人はウクライナのことも知らないしミャンマーのことも知らないかもしれないでもしそれも、えー、からかいになるかもしれないジョークになるかもしれないでそれを言葉遊びして人として面白がっているのは中学生ですよ小学生ですよっていうことなんだと思うです。ですからこのの社社会会がが日本社会っていうのが もう少ししし大人ななってしいなっててほい気がしますねもうどうして北丸さん優しいんだろうかかいや僕は怒わなかったますよ本当にいかだから東急ハンズでこれで例えばボイコット運動しようっていう話に、うん、アメリカだとなります、うんうんね、大変なボイコットが起こるでしょうただし日本の場合はおそらくそういうふうにはならない、うん、でも東急ハンズさんはもしこれを本当にあのなんて言うんですか一つの反省のきっかけにしたいんだとすれば社内に あの私あの講習に伺いますのですあの例えば、えー、なんか本当に社会的にハレンチなことをした人間が社会奉仕の罪を受けたりしますね、うん、アメリカだと、えー、それからそのコレクションセンター行って強制的に強制的にっていうかまあそういうちゃんと、えー、それは正しくなかったんだっていう、えー、講習を受けなさいというふうな指導をされたりもします。うん これはまさに東 o ハンズさんはこの該当するようなものだと思います、うん、もし本当に社内的に謝罪して生まれ変えたいっていうならば社内としてこの検証すべきです。うん、LGBTQ もしくは人種差別でもいいし女性差別でもいいしそういう問題に関してどういうふうに会社として受け止めるのかだって東 o ハンズってそういろんな「そのド t ト o u セルフのいろんな人たちがキャンプに行ったりする時に寄ったりもしくは 子供用品持ってるしおもちゃ持ってるしそういう顧客の中にここに書いてある「ホモ」がいないと思っている、うん、もしくはその会社の中に <laughs> 社員に LGBTQ がいないと思っているその大間違いの認識をまずそこからそう、ね、の是正していかなくちゃいけない、うん、これ何もなくそのまますぎたならばあそれはもう変,える変わる意思がないとでこれを認めたという形になりますからねでもよかったと思いますよ、はい、こうやって。うん、あの 大騒ぎになって東京ハンズがやっぱり変わらなくちゃいけないっていうのをまあ二度にわたって二度その間にもきっとあったんでしょうけれどもやっと今気づくことができるきっかけができたっていうことは東京ハンズはこれをととしななくいいいけないと思いますねそうですね。では続けて今日のレポートにいきたいと思います。まあなんか こうやっぱりバイノリティレポートって私たちやるのなかなか厳しいですよね, <laughs> すよね。なんかねあこういう身に詰まされることもあるしね。そ,ねそうですね。でも、えー、ちゃんとあのお伝えしていきたいと思います。吉野さんまあ本当にやり続けてくれました。えっ、ー、と。 2022年4月の16日にです、ね、早稲田大学で行われました社会人向けのマーケティングイベントで、えー、49歳の当時、えー、と吉野家の執行役員ですねの伊藤正明さんがデジタル時代のマーケティングというふうな形でそこで語られた内容の中でキムスキ娘をしゃぶ付け戦略 <laughs> 地方から出てきた右も左もわからないス娘さんが「 初めてまあ吉野家を利用してそのまましゃぶ漬けになるような企画という形でまあお話をなされてでそのあ4月19日実は非常にこれがあの批判を浴びまして彼はえまあ解任をされるわけです。でその吉野家が続けてですね今度はお母様がまあいわゆる日本の人でそしてお父様がその非日本人ドイツ人の方で,でこの方がこの方が 面接にあ説明会に行こうとしたら、まあ、キャンセルをされたとでキャンセルされたけどもこの人は国籍は日本だったんですねにもかかわらず、まあ、外見で,でそのままでも吉永さんは実は外国人も取るんですみたいな、まあ、グローバルスタンダードみたいな話をしていながら実際にはその本人に確認をすることもなく、まあ、キャンセルをしたということでこれも、まあ、あのツイートで本人が流したことでまあ 大変なあ騒ぎになにりましたでこの2つを見てみると本当に何て言うんでしょう女も差別するしあとそれから、まあ、外国籍住民って一見そういうふうに見える非日本人も受け付けないというですね、うん、だけど私吉野家ってね。うん 大好きなんですよ本当に何かね <laughs> 吉野家であの助かって生きてきた時代も結構あったので、ね、そうでしょう今でも結局、うん、まあ吉野さんは随分こう安売りもなした時代もあるし、うん、か本かにある種庶民の見方ですよねそうですよね庶民の見方であるはずですよね、うんはい、そういうような経営方,式方針っというのはあってまあその中の一人一人が、まあ、全部は全部そうではないっていうだけの話かもしれませんただし、うんあの 一番最初の「その生娘しゃぶ漬け」の話ですがこれは言ってみれば田舎から出てきた人たちがなかなか一人で、うんえー、吉野家に女性たちが、ね、入るのはなかなか難しいからそれをどうやって結局吉野家に鳴らすのかっていう話を、まあ、企業内研修みたいな話でその彼が言ったわけですよね。そこの時に、まあ、これはあの私も本にも書きましたけどどうして出現するのか出現のメカニズムって何かっていったら、はい、やはり聴衆と自分なりに先ほどのあの ハンズの例もそうなんですけど結局いわゆるザックバランナな身内の話をして身内同士でしかしゃべらないことをしていわゆる身内だというふうに思わせてそしてそれを仲間に引き入れてでその講演会自体もしくはその「t o ハンズのツイート自体で結局みんな仲間を増やしたいというようなメカニズムなんですね。だからそれは外に出ない話として、うん 言ってみればぶっちゃけた話をした方が受けもいいし<笑>,、うん、笑いも取れるしそしてその中から結局新しいその絆ができるんだというふうな、ん、その時に必ずねでもねそういうのってね男なんですよねホモソシアルなんですよね。うん これもそうだし結局生、うん、娘という、うん、ホモソシアル男社会の中でのみ笑い話として通じるような言葉を用いるそしてそれによって結局その聴衆を仲間として引き入れてマーケティングをするでこの次のその非外国人これはねこれはねもうあのあの謝罪のしようがないことだと思います。これは いわゆるゼノフォビアっていういわゆる外国人嫌悪とかっていう問題だけではなくてつまり、まあ、見た目で判断することでまずアうと、はい、それから、まあ、確かにその外国人のビザの問題っていうのもあるんだろうけれどもでも,でもややこしいから多分だからって<し>だから入れませんみたいな説明会入れませんでも話にならないじゃないですかそしてまた同時に今のこの日本社会っていうのが一体どういうふうにして成り立っているのかっていうことに対して。うんうん 全然その真剣に考えてないんだと思う例えば日本社会の中からいわゆる日本人に見えない人たちをに全部遠慮願ったらコンビニは営業できませそれ <laughs> から農業も今例えば茨城福島、うん、まあの原発で大変なった福島もそうなんですけれどもいろんなところにいわゆる東南アジアの人たちが入ってきたりでそれで手伝ってくれたりしてるんですね。でもしくはそこに嫁、うん に入るみだいら、うん、まあ,あの結婚なさってそ,、ね、それで、えー、子供を産んでそして生きている暮らしているっていう現状があって、うん、その人たちの労働力、まあ、労働力にして換算してしまうのはひどい話で,すではありますけれども、まあ、このマーケティングの話でいうともうすでにマーケットの中に一緒にいるわけですよね。にもかかわらず あのそれが意識の中にだから単一民族神話みたいなものすごく危ない考え方がベースににあるように思う思、ね、もう一つね<も>実はそういうものを推し進めるために、うん、日本の経済を推し進めるために吉野家のようなちゃんとした企業が、うん、そこでちゃんと人に投資をしなくちゃいけない例えば政府が一生懸命頑張っているのはなんですよ会社が一人一人の面倒を見てで育てていく。 そこに投資ができる余裕っていうのは内部留保もたくさんあるんでしょうから、うん、そういう企業がそこを推進していかなくちゃいけない立場なんです実は。うん、でそれが日本社会を強くしていくんだという,う、ね、まあ義務はないけれども社会的な責任としてのもしくは大企業としてのね、うん。地域社会に対する貢献という,、ね、う意味ではあのもう会社をやってる以上それは絶対的にやらなくてはいけない90年代からいわゆる、うん コーズリレーテッドマーケティングという、うん、いわゆる社会的な大義名分というものに関係したやっぱり企業活動というのがとても重要なものだということが分かってきて公的なものだと社私企業ではなく民間私の企業ではそれは例えばワン,ワンマーの会社もあるでしょうけどそうじゃなくて。 きちんとその社会の一つのインフラとして機能しているんだとすればそれなりの社会的な責任というのはおって当然だという考え方というのがどんどん広まってきていて、でそれが企業理念になってます。だからそういうことに関してここでこういういわゆる非伝統的日本人ではないという形で排除するというのはそれは吉野がさんが自らの社会的なその企業としての責任を抱起したんです。 排除したってことですよね,そうですね私はねダブルとかその国際結婚によってその、まあ、生まれた子どもたち若者たち、まあ、人たちという、はい、で彼らが日本の社会で生きづらいってことはよくわかるんですね。うん、いろんなところでやっぱりそのなんてい,うのいわゆる外人みたいな形で言われたり。うん 一方でハーフ<う>ハーフハいフっていうねそのなんかあの非常にその傷つくことが多い社会の中にあって就職というねとこの要するに説明会で排除されるでねこれ1999年だったと思うんですけどおレ屋さんの排除事件って知ってま,すありました、ねうん、でたくさんあるんですけどその中でお父さんが多分ドイツ人だと思うんですがお母さんが日本要するアジア系ねでヨーロッパ系みたいな形で,で子供が2人いて1人がお父さんに1人がお母さんに だったのね。それで要するにアジア人っぽい顔の子はね、お風呂に入れてもらえたんですよ。だけどそのヨーロッパ人っぽい顔の子はね、ダメだってことになったの。兄弟で分けられたのね。いやよくできるなって思うんですよ。うん、でそういうことが批判されたのがもう20年以上前の話ですよ。で<も>そこ変わって80年代にエイズの時代に外国人お断りですからね。そうです あのね、つまりこういうことなんです、見た目で判断しちゃいけないっていうのはよく僕ら言うけれども、実際見た目で判断して、いや見た目で判断しても結構、<う>でもそれを言と言葉に出しちゃいけない、うん、女性に対して、綺麗だね、お姉ちゃんって言っちゃいけない、<laughs> ブスだねって言っちゃいけないのと同じように綺麗だねもう、つまり何かとというとそていうす、ねでまあ、内心は判断するでしょ、うん、きっと。あ この子好みだななとととかって思ってもいいんんですよそんなことだとだしそれを元にして何らかの判断をしてはいけない社会的な判断をしてはいけない、はい、それはねしなみです最低限のね人間としてのたしなみ、ねうん。他者として他者と他者が生きていて、うん、社会っていうものができた時にそれは家の中では違う、うん、家の中とは違って公的な領域になった時に自分たちが、うん、一人一人が 他社会の構成員として認められなくちゃいけない時にそれはたしなみななみルルールなんですよ、うん、でもそのルールというのが日本社会の場合、まあ、村,村社会だとか拡張性だとか家族主義だとかっていうふうに言われて、うん、どうしてもそのその私的な領域というのが染み出してしまって全部が全部先ほども言ったようにぶ,ぶっちゃけたいわゆる私的,<う>私的領域の中で取り込もうとする。うん、で仲間というのはいわゆる身内 友達というよりも身内になろうとするその中ではどんなことでも言ってもいいと思ってるというのがずっと続いてきたんですよそのターゲットがいつも例えば非日本人であったりとか<う>だって外国人コール犯罪者という感覚がまあ抜けてないんですよねこの社会の中にね。犯罪者予備軍ってね異物,異物と思っちゃう、うん、でもみんな異物なんですよ実は、うん、他者というのは異物でその異物の間で僕らはどうやって生きていくと 心地よくいら生きられるのかっていうことを考えたときに喧嘩ししなないいで生きてくかそうそうそう、うん、もしくはあの仲間に身内にするのではなくて、うん、友人とすること友達とすることその仲間は友人は私が悪いことした時に悪いって言ってくれる人ですよ身内になると まあなちょっと一緒にかばいあったりするけどそうじゃない関係性っていうのを <laughs>、うん、私たちは本当はもっと先に気づいてなくちゃいけなかったそしてこれが実は先ほどの東急ハンズの例もそうだしにも共通していることなんですそういう社会の在り方っていうものをやっぱり考えていってほしいなと思いますね。はい 同じことはあの、まあ、ちょっとこうおまけと言ってはなんなんですけれども、はい、あの在日賛成で日本国籍を取得した人があのグラフゴルフのクラブ会員になることを拒否されるという事件も起きてるんですねでもこれは昔からずっとあるのでなんて言うんでしょう,もう日本国籍を取得したとしてもそこにまた排除の論理が出てくる、ね、ということですね。 で、それが私企業だからいいんだとかね、だからさっき言った<私>私企業とか、私的な領域じゃない。もう公的な存在として、そこに存在しているものは。公的な部分っていうのを考えなくちゃいけないっていう時代は、本当に30年前に日本で始まってなくちゃいけなかった。でも、私、あの銀座で事務所、会社、がい、はいじ、銀座にあった時に、高巡査ってあったんですね。ああ、高巡査、ねね <laughs> <laughs> ね。あそこは、ね、あのストいいレストラン入ってる、ね。そう,そうそう、で、それで、そこの、その、まあ、な、クラブになるのに、ええ、あの,あのメンバーに。 全く入らなかったんです。で、それは外国人で、うん、要するに朝鮮人であるということと女だから。2つ 2> もうね。2つ飾ってええー、みたいなで、こうみんなとてもあそこを安く簡単に使ってるのに私だけが使えないみたいなね。でもあの時はもうなんか諦めてましたけど。 でも、やっぱ諦めちゃいけないと思うんです、ね。そう、うん、そういうもんじゃないっていうことがやっとわかり始めてきたそ、ね。そうですね。だから、私はあの時は若かったので。なんかもう、もういいやみたいに思ってたので、今じゃ戦えなかったりした、しましたからね。うん、ねそうですね。で、なんか、おと、強いものに、喧嘩を売っても。 もうメリットがないなと思うんでスルーすることによってこう来たってこともあったのでそれ私自身ちょっと反省していますさてこういう日本に比べて実はアメリカの中でも非常にたくさんのその差別的な事例があってその中でも米国企業の歴史的な汚点と言われる事件これがなんとびっくりしましたねネットフリックスでドキュメンタリーでやってるんですねそうですね去年か今年の作品なんですけどホワイトホットホワイトシー 白人のホットっていうのはセクシーだって意味なんですけども、はい、ホ,ワホワイトハーツっていうんですけど、はい、これ実はアバクロンビーフィッチという1990年代からすごいこう伸びたファッションブランドで、はいえー、ニューヨークにも2005年ぐらいにもうすごい並ぶ大人気の洋服屋さんでしたですねこのアバクロンビーフィッチというのがあの大変なそのまあ これもまあ差別する意図はなかったというふうに裁判で言ってるんですけれども大変な人種差別もしくはルッキズムというものに人間を排除していたということで大きな問題となったこのドキュメンタリーが今ネットフリックスで見られます実はアメリカっていうのはあの今でもブラックライブズマターが起きたりからその南部に行くと白人至上主義者がいたりまあ南部だけじゃなくてこの間の議事堂連邦議事堂の 襲撃事件今公聴会アメリカの連邦議会でやってますけれどもそこでも取り上げられてる白人あそこに集まってきた人たちはほとんど白人至上主義者なんですね、うん、その人たちの,その人種差別であったりえから女性差別であったりあのアメリカで年この25年間だたい10万件近い訴訟が差別事案として起きてます<ー>でその35%がレイスいわゆる人種問題、うん、で30%がね セックスなんですセックスって何かというとあのジェンダーの問題とかそれから性的少数者に対する問題、はい、それが30%あそれは何か心強いですねそれと10%が国籍をもとにした、えー、差別事案、うん、それから宗教をもとにしたのが4%くらいですところがこの20年に2020年2021年でやっぱりそれが6万件台に減ってるそれは何かというとコロナなんですよ コロナで外に出なくなったなもしくは企業活動が減ったということによって企業を訴える例いうのが少なくなったというのは6万件でもこれからまたコロナ明けでは増えてくるまず工場的にやっぱりそれだけ起きてる例えばトヨタの販売店がトヨタ自身じゃなくてアメリカトヨタの販売店のは別,、うん、別会社なんだけれどもその販売店がアジア人黒人差別をしているということでとセクハラもありました集団訴訟を起こされました。はい、これだけじゃなくて あのー、もっとたくさんいろんなテスラがテスラ、今年テスラ、テスラとほらあの、イーロン・マスクのこの間も話しましたけども、ツイッター社を、えー、買収しようとし,し,、うん、しているあのイーロン・マスクのテスラなんですけども、このサンフランスじゃない、えっと、カリフォルニア州で、うんえー、数百件のおいわゆる申し立てがあるんですけれども、うん、工場が黒人と白人と別だっていう、うん、工場のセクションが。<laughs> セクションそれでひど非常に劣悪な環境に黒人を,<う>を置いていたということですよねフレモント工場というところそれで、えー、今年の初めに訴えられています、うん、これだけじゃなくてあのずっと昔からの、うん、クアーズっていうビール会社、はい、ここもあの大変なあの、はい、反組合反 LGBT ということであ,<ー>あの 訴えられましてボイコット運動が起きたんです。<ー>でクアーズビールでしょ。はい、ゲイバーに全部クアーズ流してるんですよ。うん、でクアーズ一斉にゲイバーが排除したんですアメリカで。アメリカで消費者運動やっぱり大変盛んで、でねうん、あのまあ60年代から90年代にかけて、例えばそのその,そのまあ黒人問題であるとかマイノリティ問題というのは、はい、そこに結局80年代ぐらい今度はその性的少数者の コンシューマームーブメントっていうのが出てくるんです。LGBT が出てくるんで、やっぱりカムアウトがどんどん増えて、でそこでいろいろなこう配排除運動もあるんだけども、面白いのはゲイ差別っていうことでいうと、あのイタリアのバリラっていうパスタメーカー、はい、はいはいあれひどかったパスタメーカーの会長が広告にあのゲイカップルはあの記載しないと。 で伝統的なイタリアですからね。イタリア系ですか。伝統的な家族っていうのは神聖なもんでね。リ <laughs> カップル、それなこと嫌だったら、他のやつ、他のところのパスタ買ってくれっていうふうに言って。大規模な、あのボイコット運動が起こります。これだけじゃなくて、ゴヤ。うん、ゴヤっていう、あの、スペインから。カリブ海に行って、それでアメリカに流れてきた創業者一家があるんです。うん、ゴヤ。このゴヤっていうのも。 あのトランプ大統領の時に大変な差別的な,、まあ、なあの発言をしてまあイバンカトランプがこうやってゴヤの、えー、豆の缶詰を持って宣伝したりはなんかしてたんですけれども彼らも結局ゴヤ、えー、でボイコットでねゴ,ヤゴイコットっていうふうにボイゴイコットっていう造語が生まれたぐらいで、えー、ここも反 LGBT としてボイコット運動が起きました。 あまあそういうことでたくさんあるんですよね私はそのちょうどこの「クロがですね、えー、一度こう問題が紛失した2002年か3年ぐらいでその後にちょっとい一段落してまた2 0 0 4年にまたこう大きくなったんですね、うん、でその頃ちょうど私カリフォルニアにいたんですよ。はい、でそれですごく驚いたのねというのはあの。 私はそのあもう企業謝ったじゃんって謝ったからもう終わったのかなって何で謝ったのにまだやってるのって聞いたんですよ。でみんな10代ですよね。はいはい、でそれからアジア系の学生たちがそのアバクロのねあの本社か支店かわからないですなんかその建物の前でたくさんいたんですよボイコットアバクロって書いててね。はいはい、そで,ねでそれでどうしてって聞いたらだってね 今も誤った後も出てくるその広告はみんなそのなんていうの白人ばっかりだしそれからお店の中にも黒人はいないしアジア人も少ないしで会社としては何も変わってないっていうのねで私は正直にその時にすごく衝撃を受けたんでですよ <はい S 1> あそこまでやるのかとちょっとこの「ホワイトホワイトホット」の話をあの最初から 視聴者のの方々はわからないとと思うのでもうでもちょょっと説明しましまア、はい、バックロンビーアフィッチっていうのはもう百何十年続くいわゆるもともとアウトドアスポーツのアウトフィットの店でした、はい、それが1990年代にマイク・ジェフリーズという大変なあの大変マーケティングの天才と言われてる人が入ってきて、はい、そこからあのお金持ちで,で白人でかっこいい男の子たちを、うん 採用してそれを反乱にしてつまり上半身裸にして店の前に並ばせるんですねそ,ですでそれでそれにキャーキャー言っている男の子たち女の子たちを全部店の中に誘導してで店の中は真っ暗ななんんでですすクラブなんです、ね、でものすごい大音量で音楽をかけていてでそこにそ,そのかっこいい白人の金髪で青い目の男の子たちを。 えー、目当てに女の子たちがまず入るその女の子たちを狙ってその,男の,の男の子たちの消費者がアバクロンピーアンドフィッチというものをたくさんこう買おうとするということで、うん、そんなに高くもなかったので当時はまだねでどん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 その支店を増やしてで日本の人たちは買えなかったなぜならば日本に行ってもなかったから。でニューヨーーヨク店が年ににオープンした時にやっぱり あのそあんなに問題になってて入場制限までしたぐらい、うん、そ,れそこに日本人の私の友達も並ぶんですよ、うん、私は幸運なことに全然ファッションに興味がなかったので <laughs> <laughs> ただし並んでるところを見て、うん、見ると本当にかっこいい男の子たちがもう大胸筋がキリッと分かれてる腹筋まで分かれてるシックスパックの男の子たちが。 もうパンツをもうへその下までギリギリまで下げてずらしてそ、ね、れでやってるものがうわすげえなと思いながら見てたんだけれども、うん、この背後に考えてみたら黒人がいないそうです時々いたんですニューヨークはね、うん、あとアジア人もいない時々はいたんですけどね、うん、申し訳程度にでそのと背景に何があるか採用で、はい、いわゆる人種、うん もしくは見た目それから身長体重全部それをやって見た目のいい子だけを雇っていたそして店に出すのも見た目のいい子だけ見た目の悪い子は全部バックヤード後ろで結局掃除させられたり品ぞろえを棚卸しをさせられたりしていたこれ実はアメリカではいけない違法なんです,そうですね、うん あの雇用均等法いわゆる雇用平等法というものがあってそれでそういうことをしちゃいけないでも士気業なんでやってるところありますよ、はい、もちろんあの明確な基準っていうのがなかなか難しいのでね摘発することができないのでただし裁判にはなります、はい、でそういうふうなことが行われていてで裁判に実際になりました、はい、それで、えー、この暴露が結局謝罪はするんだけれども ものすごい若い金に何百億ドル払うんですねで400億かな、うん、そのぐらい払うんですよでも、えー、結局会社の方針としては変わらないってことで、まあ、社会的にもうそういう時代じゃなくなったっていうこともあってどん,どん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 やっぱり、えー、人気がなくなってくる。消費、はい、なんですけど、ねあの アバクローが出したです、ねえー、と代表的な差別 T シャツがあるのでそれをちょっとご覧いただきたいと思います。であの本当にね当時これがなんか差別を楽しんでたいこれだからあれですよ本当に東京ハンスと一緒ですよいわゆる言葉遊びでアジア系をからかって差別の意識はあります、はいうん、差別 T シャツって書いてあるけど彼らは差別の意図はなかったってまた言うわけですよね,すねこ,れこれ有名ですね。はい あの<れ>もうこれベトナム人をあの揶揄したんだと思うアジア系を揶揄してあの,、まあ、あの三角のね<う>あのあの網傘をかぶってるのでこれベトナム人かってウォ、はい、ン・ブラザーズ、えっと、ランドリーサービスって書いてある<う>つまり洗濯屋さんです、はい、でこれって移民の職業ですよねでこういうものをこう揶揄した形でやってそして出っ歯で釣り目にし、ね、でそれでこの下に書いたのがすごいんですよね、えー、っとちょっと見えますか

こう白人の2分の1みたいな意味もあるしそ,<う>でそれからこれ語呂合わせなんですの、ね、私そ<う>初めて知ったんですよ。2つの間違いが一緒になっても正しいことにはならない。なないでそのを取ってあの 二つ悪いことをすれば、<う>まあ、それは許されるみたいな意味にし。しライトとホワイトを変えて、そ<う>ロングとウォングを変える。んですね要するに、これ語呂合わせですよね。さ、さっきの。さっきの、本当にそっくり、ね。なにわよふけすぎ、に雪えに変わりませんでしたと同じだよね。はい、あれと一緒で、もうこれに対して、ものすごく、その、なんて言うんでしょう、あの。これ出して、それは来た人たちがいて、楽しくね。 <laughs> うん、よくわからん何が面白いのかと思うんだけどして、ま、たそれをありがたがって来ちゃう人たちもいるんで,、ねねうん、でこれだけじゃなくていろんなその、はい、アジア系に関する差別 T シャツていうのが出てくるんですよワッカンボールだとかワックっていうのはあの中華鍋のことなんですけどね、はいはい、そういうのとか、まあ、いろんなピザ道場とかねもちろんこれはあのいろんなニュースにもなるわけですね。でこういうい ことがまあ要するに一度もチェックされずに商品として出てきてしまうでそれはやっぱり組織の中に多様性がないということでありで,でアジア人がいたって言ってもその中でアジア人がねみんなこれいいねいいねいいねって言ってる時にいや私はちょっとこれっていうにはやっぱり言えないですよね。でそののの社内の当時の、うんうんうん いうのをこのこドキュメンタリーがいいいてます、はい、いろんな当時働いていた人たちにインタビューして、はいえー、どういうふうにしてデシジョンをメイクされてたのかマーケティングが決められていたのか、はい、でそれからどういうふうにしてあの従業員たちが働いていたのかそれからモデルたちがどういうふうに扱われていたのかっていうことがこの「ホワイトホット」の中で、はいえー、暴かれています。とても面白いって言っては不謹慎だけれどもああこういう話なんだな というこがかりますそこでもう一つ私が触れたいのは実はこの背景に二人のゲイがいたブルース・ウェーバーというのは実はこれ写真家じゃなくてこっちはマイク・ジェフリーズなんですこれはマーケティングの結局トップとしてアバクロン・ビー・フィッチを率いた人なんですね。このの右側にあるか 右側にあるこのカルバンクライアンダーウェアっていう、はい、これ実は有名な写真で1982、はい、19年にこの写真がタイムズスケアのビルボードに巨大にデカデカと出たんですよ。ほ<う>みんんなびっくりしたんですほ<う>初めて白人の男がいわゆる消費のターゲットになった。 男の裸って消費のターゲットじゃなかったですよねすいつも女性の体でしたよねそ,<う><ー>それが初めて男の体しかも白人のね、はい、美女部ですね、うん、これがいわゆる注目の、はい、あのこれ何かっていうといいですか次のあの今までは、はい、これ後ろののが結局ずらっと並んだアバクロンビーフィッチのいわゆるモデルたちなんでモデルっていうかあの、えー <田>ね、棚店舗ですね、うん、あの販売員たちです今までは,はあの1980年代あ60年代70年代80年代といろいろな人権運動が行われてきましたそれ何かというとまず黒人の人権解放運動、うんはい、それから女性解放運動それから LGBTQ の解放運動というふうに進んでくるんですけども、はい、それまでに何が主語だったかというと白人で男性で異性愛者っていうのがこれが 一番の権力者で、はい、一番の、はい、言ってみればあの消費者でもあったわけですよです、ね、何かを買うもの、うん、もしくは自分たちがそれを歴史を語るものとして捉えられてきたお金を稼げたのはこの人たちですか、ね、そう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 、うん、でこ,れをのこの白人で男性の異性愛者たちが中心にして社会を回っていたんですところがそこで黒人たちが自分たちで話し始める、うん で女性たちが男の話をし始める LGBTQ もしくはその中のゲイたちが異性愛者のことをまたからかい始める特にこれが逆転するんですね。はい、で初めてそこで1982年に白人の男性の異性愛者が黒人と女性と LGBTQ たちのいわゆる目的語になるんですよ。それがあ。 これだったんです<ー>つまり初めて彼は自分が何かをするんじゃなくて自分が何かをされるものになった、うん消,ね、消費される側になっ,ったんです、うん、それまでは黒人が消費され奴隷す。うん、白人が消費され家庭の中で、うん、LGBTQ たちが消費され、うん、これもやっぱり社会の中で、うん、異性愛社会の中で消費されて。 いいわゆる笑い物にされている、うん、それが逆転するのが1982年のこのカルバン・クラインの<ー>でその時にこれを取ったのがブルース・ウェーバーという36歳の実は隠隠れれゲゲイイだだっったたんんでですすの人私はこれをここまでその本の中で書いたのは、うん、つまり初めてその仕事目的語が逆転してそこからいろんな解放運動のがどん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 実態化していくんだと。うん でその後ってなかった何かというとその後にこの隣のマイク・ジェフリーズが出てくるこの男も実は結婚して子供もいるんだけども男とセックスをする男なんです。うんまあ、隠れゲーですよね、うん、で愛人がいて、うん、でブルース・ウェーバーも隠れゲイ、うんまあ、みんな知ってるってや知ってるけれども、うん、ゲイだってことを自分で一,一度も公にしたことはない。そういうい人が 実はこのアバクロンビーフィッチにおいてもう一度この白人で男性で異性愛者の美しい男たちを主人公に始まるんですよ影から。でつまり何かというともう一回逆転させて「俺は美しい白人の金髪の男で異性愛者だぞ」っていうやつこそが消費者になっても構わないけど俺は。 王様だぞっていう形で出してくるのが実はアバクロンビー・ビフィッチだーそしてその後ろに隠れゲイがいたっていうすごい複雑な権力構造の転移なんですよねこれ実は。<雑>そしてアバクロン・ビー・アンド・フィッチは、うんうん、でもそれも暴かれたことによって結局裁判になり負けるわけですよね。うん、で一番悲しいのはね2005年にニューヨーク店が オープンした時にこぞって並んだのは実は日本からやってきたショッピングにやってきたゲイの男の子たちだったんですがそ,そのゲイの男の子たちがつまりこの白人でアジア人を差別するね、うん、アジア人を排除する白人で異性愛者の男で。うん っていうものに本当は弾じかれてるにもかかわらずこぞってアバクロン・ビー・アンド・フィッチを買い,いたがっていたというこの盗撮的な市場原理が働いてたんだよね。というのは何かというとアバクロン・ビー・アンド・フィッチはマーケティング戦略として日本で絶対に売らなかったんです。なななぜそこに行かなくちゃ買えないで満を持して 銀座店を出したそうです。その銀座店がね、これ,ねこれで行列ですね。同じように行列。2009年ですよ。もうすでにいろんなものがまあなん叩かれて暴かれて、初めてね。どうしようもないって言われてたにもかかわらず、行列ができて,て,できて私はその2005年のね、あのあカリフォルニアの行列を見て、うん、で同じ行列なのに日本の行列とも全然違ってて。うん さすがに日本は何も考えてないんだなとかって、いや、なんていうちょっとなんか絶望とまではいかないけどもうなんか呆然とする感じがあったんですよね。でもまあ、うん、因果応報というかね。うん、その後で急速に人気が落ちるんです2014年ぐらいまでにはほとんどダメになりましたね。今でも、うん、アバクロミアフィッアンあフィーチまだ存続してます。そして今はあのいわゆる、えー、なんだ。 持続可能なあ社会を目指したそのいろんなその、えー、ナチュラルで、はいえー、女性にも優しいゲイ、うんえー、にも優しいみたいなことであの販売戦略はやってますけどね、うんえー、売上は本当に大変減ってそれからさっき出たマイク・ジェフリーズも辞めてますね、はいうん、辞めたけどその同性愛者のパートナーに会社を任せたりなんかしてたんですぐしてるんですよ。 ね、まあ、でも、あの、いろんな意味で、私はやっぱり、あの。アメリカのね、その対中運動というか、反差別運動っていうのは、やっぱり。力強いですよね。で、法律があるせいもあるでしょうね。やっぱり、みんな、言葉にして戦うからね。うん、社会行動、いわゆる、本当、に即。プラカード持って。うん ボイコット運動始めますからねその辺のの伝統いいうすすごいですねそ<う>そのボイコット運動っていうのが実売としてどうなのか、うん、実際の販売数を落とすのかっていうのはその企業によっても違って全く影響しないと時もあるんだけれどもでもマスメディアとしていわゆるこれもやっぱりあの政治的な正しさポリティカリコレクトという概念が浸透してきたおかげによってその社会的にその。 問題となるという議論が起こることによって企業のイメージとしてはもうそれに耐えられなくなってくる、うん、実際に販売件数は変わらなくても、うん、株主が許さなくなってくるというで、うん、株主の中にもそういう人はいるしねもちろんね、うん、そういう形で社,社員の中にもゲイはいるし、うん、女性はいるし不細工な人はいるしいそういうことなんだと思います。うんあの 潰すということではなくその企業が再生してくれることによってやっぱり消費者としてはあの嬉しい部分もたくさんあるのでそうなんですだから先ほどのウトロの例じゃないけど、うん、みんなでエゴマもいる植えるんですよ <laughs> こういう時にこそ,そ、ね、東急ハンズもエゴマを植えるべきなんですよ別の意味でのエゴマを、はいうん、だそういうふうにしてしか社会は再生していかないし、うん、にもうギャー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 言わなくちゃいけない時もあるしそして絶対毅然として 抗議しなくちゃいけない時もあるけどもどこかに種を植えるその動きというものは残しておきたいなという気がしますよねはい、えー、では、えー、今日のもう最後のパーツになりました、えー、エンタメ紹介で今回は 先ほどからの鈴木で「Farfromheaven」と、はい、いうのが、まあはい、天国から遠く離れてとていう意味なんですけど、うん、日本語では「エデンより彼方に」というこれ実は20年前の映画です2002年ジュリア・ムーが,が出てきてそれから、えー、デニス・クエイドがあのその、えー、ジュリア・ムーの旦那さんなんですけどもこれ1957年のコネチカットコネチカットというのはニューヨークでしょここら辺です。うん 東海岸北東部だからニューイングランドのいわゆる中心地でそんなリベラルなところではあるんですけども1957年まだそう人種差別もあるし女性差別もあるしという時代に実はその女性差別と黒人の後ろに見えてますあの人が庭師として登場するんですね、はい、でこのデニス・クエイドっていう旦那さんが白人の男性の一斉愛者のふりをしている芸男性なんですよ。うん ですねでここでこの3人の権力関係っていうのがものすごく面白くなってくるなぜかっていうと女性も差別されてるゲイも差別されてる黒人も差別されてるこのさ非差別者の3人がどういうふうにして絡んでいくのか実はゲイだってことがバレてで奥さんは悩む悩んで黒人の庭師にいわゆる救いを求める女性としてそのとても優しい庭師で。 でそ,のしそ,のそして奥さんがその黒人のいわしと会ってるのをよその奥さんが見るんですよ奥さんと言っちゃいけないけどね見るんですねそしてそこで噂が出るあの人は黒人と2人だけで会ってるみたいな話そういうカフェあのカフェみたいなところで会ってるだけなんですよでそこにもでそれで白人の男性である隠れ芸の旦那がそこで怒,怒る。 そしてどういうふうな結末を迎えるのかっていうこの密とモエの非差別者たちの中のその違い同じように差別されてんだけど結局はでも白人の男性が強いんですよだからさっき言ったそのアバクロンビー＆フィッチのう奥にいる隠れホモは隠れ,隠れゲイはその白人であり男性であるということによって。 すべてを黙っていればすべてをこう絡め取って、うん、うまい儲けができるというその構図が実はここにも描かれているそうですかもうんか北丸さんが紹介してくれる映画ってみんないいからねこれねあの教科書的には本当にこれは押さえていくと面白いと思います。うんはい、私はこれからこれかららお願いだから 早くじゃあ,あの私はですね、えー、っと今韓国語で書かれていますが「ウリドリ・ブルース私たちのブルース」という今ネットフリックスでちょうどあの終わった終わったっていうか全部ほあの20話まで、えー、放送されたんだと思います。でこれは、えー、最終灯をベースにしてそれぞれの,あの,あの人たちの小さなこう物語をですね紡ぎながらその島で生きてる人たちの,あの、まあ、人間ストーリーみたいな。<laughs> 話なんですが、ちょっとこのポスター見ていただくと真っ黒になってるのがありますよね。で最後まで誰がここに出てくるのかってわからなかったんですね。左の真ん中のところですね。はい。うん、あのでちょっと黒くなってますよね。でそれが13話14話ごめんなさい13話14話あたりでこうあのそのかその主人公が出てくるんですね。ちょっと次の写真でこの方がねえっ、ー、と二河え作家でそしてダウン症なんですね。<ー>ででダウン症で女優のチョンウネさん が、うんあ、ダウン症の役で出てくるんですね。うん、で、おそらく私が今まで見てきた。その韓国ドラマ、もしくは韓国のエンタメの中で。うん あのいわゆるこう社会が障害になっている人たちの役をやる人たちはたくさんいたんです上手い人たちもたくさんいたでもね当事者が出てきて当事者のこう役をやるっていうのは私の知る限りは初めてなんんでですすねでこれがまたた素晴らしく良かったんですよで私はやっと韓国のドラマとかエンタメがその領域に入ってきたなと思ってでまたねすごく泣けます。 実際に、ね、彼女が言うんですよ「男たちはみんな綺麗な女が好きなんでしょ」みたいなねがるねそれでね「私,私のこと好き」とかってね「ね私のことは嫌いでしょ」って「妹は綺麗だだが好きなんでしょ」みたいなね<ー>でそういう形でまあ話が、まあ、本当にこう何て言うんでしょうどの回も涙が出てくるでも人間ってやっぱりいいなって思えるような。 えー、私たちのブルースを一つご紹介させていただきます。うん、ちなみに私、あの、前回。その北村さんが紹介してくれたハートストッパー。はいはい、あれ見た時に、やっぱりね、あの人権とか、差別と戦ってきた国々の国力の違いを感じるのね。うん、ああいうドラマを、例えば、今の韓国ですぐ作れるかって,言って、やっぱ作れない。だろうと思うんですよ。で、まあ、そういう学校も中で、そう、そうですね。だから。あの、なんて言うんでしょう。 エンタメっていろんな意味でねその国や社会や新しい時代をこうリードするものでもあるしで私は本当にこの作品でまた一つ韓国があの違う段階に入ったんですこれテレビシリーズそうです20話ぐらいあるんですこれ地上波でやったんですかえいやこれはネットフリックスネットフリックスの、はい、ああそうですか何かですねだからぜひあのこちらの方もご覧いただけたらと思います。あのダウンショーの話で言うと、はい、本当に、うんえー チョコレートドーナツっていうダウン症の男の子を養子に迎えるというアメリカの映画があるんですけどゲイのカップルなんですねそれがダウン症の子も養子に迎えるってなってまあこのダウン症の子はダウン症の子がやってるまあ俳優たちはダウン症の俳優たちはたくさんアメリカではもうあの起用されていてでところがこれは1979年の、え「のー を舞台にしてるんですねカリフォルニア州を舞台にしてるんで、はい、あの当時ゲイのカップルが幼少を迎えるということはできなかったで、うん、裁判で負けて結局は不幸な結末になるっていう「チョコレートトーナメ、うん、これ今えなワウワウかなんかでやるのかななんか最近あそうですかやるんですが、うんまあ、いずれにしてもあの他の配信でも見れると思います、うんえー、ところがこれから 20, 20何年経った時にアメリカの実際にあの2000年に「 ゲイのカップルがその地下鉄で男の子捨てられていた男の子を拾って、うん、でその子をどう、うん、家庭裁判所の判事さんがどうにかしようとしている時にその拾ったそのゲイの人を呼んで「あなたはこの子を養子にしたなっていうふうに言ってもう一人のあのカップルの相手は反対するんですよねすそれが僕らの「サブエイベイ」と私が翻訳した絵本に今なってるんですけど、うん、実話なんですね。 チョコレートドーナツで結局不幸だった結末を僕らのサボェイベイビーっていう実話がえこれが救い取ってそれは今おっしゃったようにその社会っていうのがどん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 やっぱり一つずつ変わった積み重ねとしてここに来るんだっていうことをやっぱり気づかせてくれる。 なんだかんだだか言ってもその目に見えてわかんないけど確実に変わってるんだっていうことを、うん、例えばこのブルースの話にしてもこういうダウン症の長寧さんが出てくるってことは、はい、それまでに何人ものそのトライがあったんだろうなっていうことを気づかせてくれるちょっと見,さ見て、はい、泣泣ききたいいと思まます、はい、泣きますね <laughs>、えー、では、えー、そろそろあのお開きというかお時間になりましたので最後に、えー、クイズを一つ。あの 北丸さん今日のクイズは LGBTQ+ プラって最近言われるようになりました LGBT とか昔は LGB だったんですけどね、はい、さあ LGBT に Q が加わってさらにプラスっていうふうに言われてるプラスのこの具体的に何だかご存知ですかっていうのを、えー、ちょっと皆さんにクイズを出して調べていただいて、はい、回答は次回ということで。ということで引っ張らせていただきます。でえー、と次回は、えー 夏を満喫するエンタメ紹介ということで、えー、何しろこの夏をじっくりとエンタメで楽しんでいただこうというので、ずっとエンタメをご紹介するという <laughs> セレクト大変ですね。大変ですね。はい、まあ、ぜ,ぜひあのお楽しみにお待ちください。それでは今日はこれでどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。